わしたい風雲が始まります。この大きなパノラマ大水槽にダイバーが潜り、魚たちへと直接手渡しで餌を与えていく時間です。この大きな水槽にはたくさんの魚が生活をしていますが、まずは水槽内中央を約2万匹で集まって泳いでいるマイワシたちへとダイバーは水の中から餌を与えていきます。普段はダイバーはもちろん、一緒に生活をしている魚たちでさえマイワシたちに近づくことはできませんが、餌を持っていると一体どんな反応を見せるのか、皆様ぜひマイワシたちにご注目ください。それでは早速ダイバーに登場してもらいましょう。水槽中央上のあたりにご注目。
中に白い水玉模様があればマダラトビエイ。そして背中に模様はなく体が少し小さめのナルトビエイの2種類です。見分け方はとっても簡単です。皆さんもぜひトビエイたちを見分けながら餌付けの様子もお楽しみください。またこの時間ダイバーはまずは自らの元に近寄ってきた魚に餌を与えた後、自らが近寄り餌を与えておきたいお目当ての魚がいるんです。ですがまずは寄ってくる魚たちへと餌を与えます。今ダイバーの持っているバケツの中には骨付きのアジの切り身やイカの切り身、また丸々1匹のアジやブリ、イカなどが入っています。それをダイバーたちは魚の口の大きさに合わせて餌を与えていくんです。さあ、どちらのダイバーも辺りをキャラキャラと見渡し始めました。どうやらお目当ての魚の様子を伺っているようですね。そして左側ご覧ください。カキのダイバーは大きなサメ、シロワニの口ボトルと餌を持ってきました。残念ながらタイミングが合わず避けられてしまいました。実は先ほどから私が紹介していたお目当ての魚とはこの大きなシロワニのことだったんです。ダイバーたちは毎日この午後の餌付けの時間でこの大きなシロワニたちにも手渡して餌を与えるんです。さあ、再び柿のダイバーが大きなシロワニへと餌を向けています。どうでしょうか、受け取ったでしょうか。残念、受け取ってもらえなかったようですね。左側の山林ダイバーも辺りを見渡していますね。この大きなシロワニたちには30センチくらいのアジやブリ、イカを与えています。そういった餌を鋭く尖ったフォークのような歯で突き刺し、あとは丸飲みにしてしまうんです。カキのダイバーは再び大きなオスのシロワニの前へと回り餌を差し出しました。どうでしょうか、こちらは一緒になって泳ぎますか。どうですかね。残念、反応が返ってきません。お腹が空いていないんでしょうか。そして左側今林ダイバーは大きなメスのシロワニがぐっと頭を下げて近づいてきました。そして受け取りましたね。今丸飲みにしていきました。このパノラマ大水槽にはオスが3匹、メスが2匹、合計5匹のシロワニが生活をしています。この時間ダイバーは2名捕獲しておりますので、それぞれオスとメスの担当を分けて餌を与えるんです。また私たちからはどのシロワニも同じように見えてしまうかもしれませんが、ダイバーたちは顔つきや体つきからどのシロワニかというのも見分けながら餌を与えているんです。そうして夕方になるとどのシロワニがどのくらいの餌を食べたのか記録に残してシロワニたちの健康管理に役立てているんです。どちらのダイバーも辺りをキョロキョロと見渡しています。こんなに大きなシロワニを見ていると、むしろ餌を与えているダイバーも襲って食べてしまいそうな気もしますが、シロワニは先ほど紹介したような30センチくらいの一口で飲み込めるものを餌としているんです。ですのでダイバーは体が大きすぎて餌だとは思われないんです。ですが、いくらダイバーを襲わないサメとは言っても、鋭く尖ったフォークのような歯が予備の歯も合わせると約600本も生えています。ダイバーが餌を与えるタイミングを少しでも間違うと、大けがにつながってしまいます。ですので、ダイバーたちは厳しい訓練を受けて今、水槽に潜っているんですよ。ダイバーたちは水の中の様子がしっかりと見えるように水
後ろはもちろん、右や左の横の様子はあまり見ることができません。ですので、もし後ろから白髪が来てしまうとぶつかってしまう恐れがあります。そうならないように、実は会場内には私以外にも白髪やその他の体の動きを伝えるスタッフがいるんですよ。そうすることで、ダイバーたちはより安全に魚たちへの餌を与えることができるんです。さて、このイワシ台風が始まり、ほとんど白ワニのお話しかしておりません。このパノラマ大水槽にはまだまだたくさんの魚がいます。この後もタイミングが合えば白ワニへと餌を向けていきますが、ここからは他の魚たちにも目を向けてみましょう。中央のカキのダイバーのもとには再びトビエイの仲間たちがやってきていました。皆さん、トビエイの仲間たちの尻尾の付け根のあたりにもぜひ注目をしてみてください。何やら小さな魚が一生懸命追いかけて泳いでいるのがお分かりいただけますよね。この後ろを泳ぐ小さな魚、皆さんもきっと一度は食べたことがあると思います。アジの仲間、マアジです。今、マアジたちはこの時間必ず餌がもらえるトビエイの仲間たちについて泳ぐことで餌のおこぼれをもらえると知っているんです。この光景も餌付けの時間限定です。餌の時間が終わってしばらくすると、トビエイのもとから離れて泳ぎ始めます。水槽内の魚に最も近づくことができる時間です。魚たちが怪我をしていないか、病気になっていないかというチェックをしながら餌を与えているんです。皆様に見てもらうためのマイワシ